まあ、基本的には作品は出来上がったものが作品ですからね。で、模型はあくまでもこうプロセスとして作ってるわけですね。ですからその見る人たちに説明するときに改めて模型を作るってことはあると思います。でもそれは説明のためですよね。で、模型そのものが一つの作品になるってことはもちろんありますけど、それはその模型を作品にして展示するのはキュレーターの思い入れですよね。我々じゃなくて、その展示するキュレーターがいろんな人たちの模型作品を集めるとかで、何かその建築の考え方をそこでキュレーターの思いをそこでこう展示という形でね作っていくということはあると思いますけど、建築家がその建築物があって一方で模型があって、それ常に両方ともそこで作ろうとも思ってないし、後からもう模型作れるしね、いつでも。建築によってはね、模型の方が分かりやすいのありますからね。確かに。でも実際に建築家はその中に体験して空間を、でそれで初めて建築なので、模型って言ってもそのある一部ですよね、その作品としての建築は。そういうことだと思いますけどね。まあ、スケッチはこう書きますけど、作品に至るまでの途中経過なので、後から振り返ってあの時こうだったかと思うことはありますけどね。まあ、僕にとってはだからあくまでもプロセスでしかないですね。作りますね。で、模型で大体これでいけるかなっていうのは大体決まってくるんですよね。だからもちろんスケッチを描いたりとか CG で描いたりしますけども、模型が一番分かりやすいですね。たくさん作ります。ほとんど保管してないですね。途中のスタディ模型は大体捨てちゃいます、ね、かなり重要な模型は残しておきますけどもね。途中はもうほとんどラフスケッチみたいなものなので残ってないですね。プレゼンテーションのために作った模型とかね、残すことを目的にして作ったのは大体残っていますね。大体ここにあるのは残すために作っている模型がかなり多いんじゃないかと思いますけどね。いえいえ、特にもう模型しか残ってないので、うん、建物ないから、まあそういうふうに結果的に保管してもらってるっていうことだと思いますけどね。そうですね。例えばこのガゼボとロトンダはすごくこう近い時期にできているので、ほとんど建築言語は同じなんですよね。もうちょっとロトンダの方が細かいところにこだわって作ってて、ガゼボの方がもう少しシンプルなんですけどね。でも基本的には同じ考え方で作ってます。このあとガゼボ、ロトンダ作ってハムレットっていうのを作って、その 3つの作品は同じような建築言語で作られてるっていうことはあります。最初はね、八王子の工学院大学のプロジェクトですね。それで最初にこうキノコみたいな、周辺はロッドで引っ張って真ん中だけ自己方向の荷重を、こう長期荷重を真ん中 で短期荷重はその周りのロッドでっていうのはあの時のプロジェクトで出てきて、もう結構気に入ってたんですよね、あれがね。実際にやると難しくてね、やっぱりその単体じゃ建築にならないし、でああいうナミックスみたいにいくつかそのキノコを3つか4つ合わせてようやく建築になっているような感じだったですね。工学院でやって、その後小田原にも登場していくつか登場しましたね。まあみんな実現できなかったのすごい残念ですけどね。それぞれにみんな実現したいとは思うけど、もうすでに時間が経っちゃってるので、何十年前のものをね今更今作るとしてもそのまま実現しないですよね。だからその過去にあって実現できなかったものをさらにもう一回実現したいかというと、やっぱり何十年も時間が経ってたらまたちょっと違いますね。与えられた敷地は僕が選ぶわけにはいかないので、クライアントの方からこの敷地でこういう建物を作ってくださいっていうのを与えられますよね。ですからその敷地はその都度その都度新しい敷地なわけですね。で周りの環境も違うし、こう地域社会としても違うし、ですからその
敷地 の特性によって建物の作られ方は全く違ってきます。特に僕の建築はそういう特徴があると思うんですよね。あの山本のこう固有の手法があって作っていくというよりも、敷地に刺激されて建築の形が決まっていくというのが私流のやり方かなと思ってますね。だ素材にしてもその都度全く新しい素材だったりとかですね、あの当然一人の建築家一人の作家が作ってるわけですから連続してますよね。でその一つの作品がどっちの方向に枝分かれしたり幹がどこにあるのか本人も分かんないわけですよね。後になって分かるわけで、周りの環境だとか自然環境を含めて社会的な環境だとか自然環境だとかそれとかその建物の用途とかね、誰が使うの、子供なのか大人なのかっていうそういうことにもよるし、毎回毎回その全部違うわけですよね。同じ建築はもう二度とないし、一つの敷地に作っただとしたらもう二度と同じ場所には作らないですよね。それがこう建築の他のこう例えばいろんなプロダクトの作品とは違うところですよね。それが大変です僕なら僕の思想っていうのが、その場所でしか実現できないわけですよね。だからその思想は連続してますから、当然でも連続はしているけれども、あの現れ方は場所によっても違うし、その国によっても違うだろうしね、いろんな場所によって違いますよね。だからそれが違いになって出てくるんですけどもね。でそれは同じことの繰り返しですが、どんなふうに出てくるかこっちもわからない、まあ、それが面白いところでもあるんですけどね。ハンナ・アレントでマテリアリゼーションという言葉があるんですけどね、アレントの訳した清水駿さんは物って書いて化けるって書いて物化っていうふうに、その物証化ってマルクスが言ったんですけども、まあ、それに近い言葉なんですけども、もっともっと物に近いで、マテリアライズってこういう マテリアルにするわけですね。で作品を作るというのはそのマテリアライズなんです。だからどういうマテリアルでどう作ってたっていうのは全部その都度その都度違って、それが作品として出来上がっている。そうすると見る人たちはそのマテリアライズされたものを見て、あ、山本はこういうことを考えてたんだなってことが分かる。で言葉だけだともう通じないこともあるし、で通じてるかどうかも分かんないし、ものの最も重要な役割は次の世代に引き渡していくことだと思うんですよね。今世主が誰かいるとします。でもその世主が死んじゃったらもうそれで消えちゃうんじゃなくて、そのものはその次の世代次の世代引き渡していくわけじゃないですか。でその時に引き渡す先はクライアントっていうプライベートな建築であったとしても、引き取る人たちはたくさん登場しちゃうわけですよ、一つの建築できると。だからそういう人たちに対して責任があるわけですよね、建築家たちは。だからそのものを残すというのはその注文してくれた人たちのためだけじゃなくて、その周辺に住んでる人もそうだし、いろんな人に責任が出てきちゃうわけですね、その建築家というのは。いや、ここを独立したスタッフ結構頑張ってます ね、 そうですね、うん、もういい作品作ってるしね。だからまあそれはあの見ててこちらもすごく気持ちいいですけどねそういう人が育ってること自体でね、まあまた次の世代すでに育ててますしね、彼らはね、そういう仕事もしてるし、いやそれはすごくあの自分でも自慢していいと思ってますけどね。